あんまり楽になっちゃう。はい、行きましょう。こんばんは。12月25日ですね、午後4時になりました。生放送やってますんでね、よろしくお願いします。374回ですかね。ですね、今日の松代なんですけども、最高予想気温が6度。朝はねすごく暖かったんですけども、朝と昼間はねあまり変わらなかったみたいで、今日一日寒い日でした。ということでね、今日の夕刊持ってたんですけども、いい記事はありません。第1面ですね、1面、日本とオーストラリアのですね首脳会談やりまして、オーストラリアの首相がね来年1月に来日するというような記事がありますね。それから社会面なんですけども、先日からね沖縄にヘリの、部品が落下するっていうんですけども、なんかこれひどいことが書いてありますね。学校は後から作った住んでるのが悪いなんてね、1分って言われてますんでね。はい、わかりました。ということで、生放送でお送りしておりますけれども、私たちこの松代テレビなんですけども、この松代でですね、2010年6月ですかね、開局いたしまして、その同じ年の10月にこのしゃべくり松代が始まりました。ということで両方、7年が過ぎたということでですね、お祝いしなきゃいけないと思っておりますけれども、またですね今日は1年の最後ということで、松代テレビのスタッフですね集まっていただきまして、今年1年の反省とまた思い出などを語っていただこうと、こんな風に思っております。よろしくお願いします。お願いします。それでは三田さん、はい、最初ねそちらにいらっしゃるんで、三田さんからどうですか最初、最初何を喋っていいかなって思ったりしてるんですけど ね、 ね、三田さんのその反省点などをね、言っていただいたり、まあ反省点っていうかね、そうですね、前に失敗しちゃったから ね、 そうね、 前でちょっと歩いちゃったねってのがあってね、あれは後々までなんか言われてるので ね、 それも言っとかないといけないねと思います。はい、あれね、あの時はちょっと面白かったっていうか、全然ね、意識なかった、意識ないです、ね、意識ないで、まあ、まだね放送されてると思ってなかったんで、ね、放送と抜けちゃった、ね、ちゃったね、何や何やっていう話でした。生だからね、生ですね、だからちょっとそれを差し替えるってことです、生です。あればっかりは ね、 ね、もうずっと言われっぱなしですよね。はい、そんな形でございますね。はい、はい、じゃあ次は挨拶だけ、ちょっとね、それで、ちょっと自己紹介などもしながらお話ししていただけますかね。はい、はい、片木さんお願いします。はい、片木です。ずっとカメラの方を担当してきましたけども、まあ、2、3年前からですね、2年ですか、朝日さんがね代わりやっていただいて、ずいぶん基本的に楽になりました。やはりね、役割分担きちんとつけてね、やってもらうことによっては、まあ、責任を感じて、ちゃんとね出てきてもらって一生懸命やってもらってます。やっぱりね、出てこいっても、言っても何もやることねってことには次が来なくなっちゃうから、そういったやっぱりね、我々で考えていかなきゃいけないと。それでは、続いて技術陣ですね、二本松さんの方からお願いします。はい、今日はまたグッとシステムアップをしましてね、音の方もワイヤレスマイクを使ってやってます。そんなにアップしなくていいから。福井さんちょっとあそこでまだ来たばっかでひっくり返ってます。でもう一人技術は酒井さん、今日はちょっと年末でね忙しいんですよ。それで今日はお休み、それで来週っていうか1月1日は来ます。はい、でね、はい、じゃあ清水さん、はい、清水さんお願いします。いいかな、はい、はい、はい、今年、最後のしゃべくり松代のなんですけども、先週私パーソナリティをやったんですけども、なかなか引っかかりやってて、いつまでたってもダメだなと思って
宮坂さんとか、三田さんとか、ね、二本松さんとかこうみんなあの先輩がこうスラスラってこう行くんで本当に羨ましいんですけども、まあ、いつまでたっても上手にならなくて、もうちょっとなんとかしたいなと思いますけども、何回もやっていただければ大丈夫ですよ。二本松さん、はい、あの、なんか度胸をつけるっていうのは どうすればいいんですかね。度胸つけるの、うん、度胸どこだ、どこにあるの。故郷に行くと分かるんだから、故郷なら分かる、故郷ね、また、はい、じゃあ皆さん、誰、また、はい、反省することばっかりですけど、はい、反省ですよね、私もそうです、はい、それでは、カメラの方へお願いします、はい、カメラですね、はい、はい、カメラを担当しております、小松と申します。もうこの、放送もですね、長年になりますけども、うん、私も長い間、もう35年以上、そういったカメラやってるわけですけども、この愛用のカメラ、それ、愛着があるかなと思っておりますので、まあ、こういったテレビについてはね、多くのゲストが登場していただきまして、非常に勉強になるかなと思います。まあ、このカメラもですね、また毎回毎回が研さんの日かなと思いますのでね、これからも腕を上がるように、頑張っていきたいなと思っておりますけど、はい、次はそちらになんかサングラスかけたお兄さん、はい、お願いします。どうしたの。今年からお世話になっております朝日です。朝日さん誕生日33歳。え、ありがとうございます。え、今日実は誕生日で、ありがとうございます、はい、まあ、今年からお世話になってまして、いろいろ勉強させてもらうことばっかで、またいろいろと教わりながら、まあ、ショーテレビのためにやっていきたいと思います。ありがとうございます。はい、はい、福井さんなんか休憩中ですか。はい、ということで、あ、松浦さんいるから、松浦さん、ね、松浦さん、はいはい、どなたかちょっと映してもらっていいですか。ちょっとカメラを切り替えてもらって、はい、うん、それでは、今ねカメラを移動しておりますんでね、お待たせいたしました、ね、松浦さん一言お願いします。はい、はい、もうどうぞ、突然に行きますからね、事務局、はい、はい、お願いします。いいね、はい、松浦さんです。はい、お願いします。はい、お願いします。松浦です。はい、あの、いつもこんな隅っこにいますけれども今年もこれで終わりかと思うと、あの、本当に良かったです。良かったですね。はい、いろいろたくさんありまして、はい、どうも松浦テレビ怖いとこですよ、ね、出ないと言ってもね、すぐもうカメラ行っちゃいますからね。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、それでは三田さん、誰ですか、うん、次は福井さん、福井さん、あ、いいです、いいです、あ、そう、はい、はい、ちょっと休憩中だそうですね。はい、わかりました。はい、それではなんか何も映ってないのが来てますね。はい、まあ生放送のいいとこですね。生放送はこういうことあるんですよね。はい、ということで皆さん、また最初ですね、今年の思い出とか反省とかありますか。うん、思い出っていうかね、思い出はない、ね、あのね、はい、清水隆三さん言ってたでしょ、はい、うん、今年は、はい、ってね、これは誰か映りますか、ね、この間やったばっか、うん、ね、これは誰か映る、あ、うん、はい、清水隆三さん、はい、パーソナリティやったよって、ね、これはちょっと記念残るんだ、はい、ね、まあ、ちょっとね、これいろいろとね、あの、面白いんです、はい、あの、さ、あの、参加者っていうかね、あれによってね、ものすごく違うんですよね。そうですね、うん、新鮮だったんですよ、うん、これはね、二本松さんやっていただいて、ね、はい、新鮮ですね、はい、はい、人間は新鮮じゃねえんだよ、うん、そうか、はい、これもまたね、面白い、ね、269回のやつなんだけどね、はい、うん、はい、でも、ね、本当にね、面白いんですよ、こうやって見ていただくとね、はい、いろいろと違うあれがあって、はい、はい、違う、うん、味があるの、うん、舐めてみた、うん、うん、味があってね、ビロビロ舐めるっていうのもちょっと大変なんで、はい、こういう形ですね、ね、いちごカフェ、ね、俺が太鼓も出たりっていうような形もあったりね、はい、これもね、面白いと思います。はい、皆さん今日それ選んだんですか。うん、あのね、ちょっとね、あの、なんていうかな、一生懸命選んだんですね、選びました、はい、面白そうなやつをね、はい、ちょっとっていう形で、はい、これもね、落語であったりとか、かかし、
ね、松代町で今度は第1回のかかしやりましたよ、かかしコンクールってね、結構ね、あのたくさん集まったって言って喜んでましたけどね、はい、そういうのもあるし、はい、それからね、これからね、こういうのもね、何年なんでしたっけね、はい、これ宮坂さんやったやつね、そうですか、はい、わかりました、わかりましたって、なんだかわかってないですよ、よくわかんないですよ、わかってない、わかんないけどわかりました、わかりましたね、わかんないことはわかりました、はい、これもということで、皆さん思い出とかは反省点ないんですね、うん、はい、今反省点あるでしょ、反省ってよりも、ね、あるでしょ、やっぱりね、人集める人、皆さんとかね、そこ行きましたか、ね、はい、うん、やるのは毎回毎回、はい、ね、宮坂さんも同じだった、ね、はい、そうです、わかりました、うん、そういう形、はい、はい、どうぞどうぞ、はい、二本松さんですね、はい、これは松代テレビのホームページの、あ、はいはい、新しくなりましたの、新しくっていうか随時更新はしてるんですが、ちょっとご覧いただきたいんです、まずトップページのところですね、こういうふうにタイトルがあります、それぞれ、しゃべくり松代とかいろいろなところでアーカイブスでも使っています、これはこの辺は皆さんね見たことあると思います、これ生放送、タップしてないんで映ってませんけど、実際ここで生放送が放送されているのを見ることができます。あれ、これなんで映ってないんだよ、配信してるよな、まあ、生放送ですからね、いろいろありますな、はい、ホームページのねご紹介でずっといきます、はい、最近のやつ、それから、実はねここのところちょっと新着情報、はい、それから次に、うん、ここだ、視聴、2017年1月から YouTube の視聴数ランキングということで各月のやつが全部まとまってます、ここに、で2月、3月、4月、ずっと12月まで、はい、ということで、ページが新しく、これは福井さんがやってもらったんですが、作り変わってます、こういうふうにね、一番下は2017年 の、 YouTube のランキングとかいうことでランキングは全部こう出てますので、はい、またこれも楽しみに見ていただければというふうに思います、はい、あなたが1回見るとここにパンとこう出てくるということですので、ね、ということでぜひよろしくお願いします、はい、はい、お願いしたいと思います、それでは片道さん今ね飛ばしちゃったんですけど、はい、ちょっと何かありましたら反省点を覚えて、本当にこう373回ですか、はい、続けた4回です、4回ね、はい、続けてこられたってことはですね、本当に事務局なりね、三田さん、宮坂さん大変苦労していただいてですね、本当に、1回でも欠かすことなく、ね、本日にも来られた、これも素晴らしい、記録だと思うんですよ ね、 すね、だから、これからも続けていきたいと、こんなふうにお願いしたいと本人も思っております、はい、それとね、思い出って言いますかね、うん、私もこの間、ちょっと古い、DVD ビデオですね、はい、必要になっていろいろ探していって、その中に、この松代テレビの発足当時のね、うんうん、DVD が出てたんですよ、ILC でもってね、記録してもらったのが、それきれい見ててね、時間になっちゃったんですけど、そうだよ、当時本当にね、試行錯誤をして、やっといたんですけど、宮坂代表の真っ白に生まれて真っ白にいながら真っ白のことを何も私知らないんですよっていうのは、あれが大印象的でね、それがこの真っ白テレビの発祥っていうかね、動機だと、こんなふうに今つくづく思っておりますけどね、ぜひ、この真っ白を全国世界に発信するためにもですね、我々追い追いながらも、まだまだ頑張っていきたいと、このように思っております、ありがとうございます、よろしくお願いします、はい、はい、それでは清水さんどうですか、一言何かありますか、はい、何かありますか、はい、もう終わりですか、もう終わったと思って歓喜してた、はい、はい、終わったと思います、はい、それではカメラの方で一言どうですか、カメラの方はいいですか、大丈夫ですか、はい、朝日さんいいですか、大丈夫です、はい、それではまたこっちに戻ってきまして、どうですか、はい、田さん、何か反省点、すごいですね、反省点いいこと、いや、いいこと、いやでもね、毎年やるけどね、祇園とかね、生放送やってるでしょ、絶対はそうですね、あれもやっぱり宮坂さんね、一緒に一生懸命やってはいるしっていう形で、参加する人数は少ないけれども、それもね、かけないで
一応ずっとこうやってねやってるっていうのがねいいかなっていうふうに思いますけどね、はい、あとは皆さんあれじゃないですかね、個人的に自分でこう回って歩いてね、なんですかね、十万石祭りであったりとかいろんなの回っていただいて自分でアップしてるっていうのもあって、だからここのところでやるのは限られてはいますけど、自分で回って一通りまあ自分でアップしてっていう形でね、まあそれはそれ一通り皆さん独自の回り方をやってるんで、それはそれでまたいい楽しいかなというふうに思いますね。またこれもみんな見ていただければ面白いなというふうに思いますね。はい、15分ぴったしだね。さすがディレクターだね。ちょうどありがとうございます。ということでね、私の反省点が言う時間が長くなってしまって、15分になってしまいましたね。言ってくださいよ。今日はですね、どうしますか、これで終わりでいいですか。そうですね、はい、ちょうど15分になりましたのでね、皆さん本当にありがとうございました。今年は1年、先ほどね、皆さんからもお話ありましたけども、一度も休むことなく、放送してまいりました。また来たるべき、また新しい年もですね、ぜひ松代テレビご覧いただきましてお引き回しよろしくお願いします。お願いします。はい、予告、お知らせは、はい、はい、そこであんの？いや、そこ座ってて、ここで、いたさんいいやね。宮坂さん、携帯では鳴ってますよ。ルルルルルルってやってますよ。はい、行きましょう。はい、続けてじゃあ、皆さん、はい、お知らせをお願いします、はい、これちょっと見ていただきますけれど、はい、第8回、お正月で、ね、遊具で遊びましょうっていう、うん、これね、樋口家住宅でやるんです。毎年のことなんだ。1日からやるんですよ、ね、だから本当お遊び来てください、はい、元旦からね3日までやります。子供さん大歓迎って書いてありますけどね、はい、そんな方でゆっくり遊んでいただく、暖房も効いてますんでね、 OK です。はい、よろしくお願いします。はい、わかりました。はい、それからですね、年末の町歩きセンターのね、年末年始の一応休みですけれど、28日からですね5日まで一応お休みになります。こちらの方ですね。はい、はい、わかりました。になります。であとはね、1日は一応ここね、町歩きセンターの休みですが、休みですが、マッスルテレビはやります。はい、はい、それからですね、1月からですね、今までね第2第4だったのが毎週水曜日一応お休みっていう形になります。はい、そんなことで、まあ、おいでになるときは定休日を避けておいでいただければありがたいなというふうに思います、はい、よろしくお願いします。はい、それでは、それとです、はい、予告ですか。予告ですね、はい、来週1月1日ですよ、はい、1月1日ありますね。そうですね、これもまた皆さん来ていただいて、新年の抱負を語るということですね。ですね、皆さん考えてきてくださいね。そうですね、はい、はい、よろしくお願いしますね。12月31日あったんですけど、1月1日はなかったんですかね。うんうん、初めてですね。初めて、ね、はい、まあ縁起よくね1月1日から放送ということでね、うん、そういうことです。生放送です。はい、皆様ぜひですね、お休みのところ申し上げませんが、ぜひ、見ていただければね、来週月曜日1月1日になりますけども、うん、7時から生放送を行いますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。はい、お願いします。最後もほら、はい、ずっとカメラ1カメ引いてもらって、1カメから2カメ3画目とね、いきますので、はい、皆さんそれぞれ最後のご挨拶、はい、ご挨拶を、はい、ご挨拶を、はい、はい、よろしくお願いします。よろしく。カメラは切り替えて3画目、じゃあ3画目に切り替えて、はい、切り替えた、いやいや、落としたろ、よいお年を、よいお年を、よいお年を、じゃあ行きますよ。はい、うん。